新シリーズボーラーガマ口ショルダーバッグとガマ口トートバッグのご紹介です。今回オフィスカジュアルなどのきれいめのお洋服にもぴったりなボーラーシリーズが登場しました。四角いフォルムですが曲線も合わさってとても優しくて上品な雰囲気のバッグです。しなやかな革を使っていましてかっちり見えるんですけれどもとても柔らかいです。手に持ったり斜め掛けにしても体に沿ってくれるような革になっています。そしてトートバッグもショルダーバッグも底鋲がついているんですが普通の底鋲の金具ではなくて革を積み上げて底鋲にしてみました。もちろん革自体が柔らかいので置いた時にそこが床につかないというわけではないんですけれどもアクセントにもなりますし安定感もあります。まずはショルダーからご紹介します。ショルダーは簡単に取り外しが可能です。長さも自由に調整することができます。マグホックを開けていただくと甘味のネームの推しなんですがこちらゴールドの白推しになっています。ちょっとプレミアムなので雰囲気を変えてみました。高級感があって光の当たり方でキラキラと反射するのがとても綺麗な白押しです。真ん中にガマ口があって外側2つはマグホックになっています。それぞれ2つの内ポケットがついています。ここには例えばパスケースでしたりすぐに取り出したい筆記用具だったりハンカチなども入れていただけます。マチもしっかり取ってあるので 500ml のペットボトルを入れるとすっぽり収まるサイズでこちら側にも同じサイズのスペースがあります。縦に入れるとここの縁くらいまでの高さに来ます。マイボトルだったり外出先で買ったお飲み物も安定して入れていただくことができます。ショルダーの方は A4 は入らないサイズ感ですが入れていただくと10センチぐらいはみ出すかなというサイズ比較です。真ん中にガマ口があるのでうっかり落としたくないキーケースだったりお財布こちらに入れていただくとより安心だと思います。長財布はどうでしょうか。キャンディルーフロング親子ガマ口大きなタイプの長財布です。こちらはちょっと入れるのは難しいサイズですね。スリムな長財布ドロップツリーポケットウォレットはいかがでしょうか。こちらはスムーズに入ります。メガネケースや飲み物などたくさん入れていただいてもこの上品なフォルムが包み込んでくれる感じがしますね。同じようにショルダーがついていてハンドバッグとしても使えるマルコガマ口ショルダーと比較してみます。サイズは一回りマルコの方が小さいです。そして厚みが全然違いますよね。構造は真ん中にガマ口があるのは同じですがマルコの方はマグホックで直接ついています。こちらもマグホックです。この口の部分はキュッとコンパクトにまとまる感じですね。ボーラーは革のフープがついていてマグホックです。荷物がかさばったとしても余裕を持って収納することができますね。そして次がガマ口トートバッグです。作りとしてはショルダーバッグと同じ真ん中にガマ口があって外側にフープのついたマグホックです。そしてもちろん白押しの甘味のロゴはここにワンポイントです。ガマ口を挟んでスペースに内ポケットが2つずつついています。こちらも筆記用具だったりとかパスケースなど入れていただいてそしてトートに関してはスマホケースなどもぴったり入る大きめサイズの内ポケットです。真ん中のガマ口を開けていただくとマチはないんですが90度ぐらいには開きますね。 500ml のペットボトルを入れてみます。横向きに入れてまだまだ10センチ以上余裕がありますね。はい、縦にも入れてみました。縁から高いところから10センチ低いところから5センチぐらい余裕を持って収納することができます。そして A4 サイズはいかがでしょうか。はい、横向きにちょうど入りました。高さは先ほどのペットボトルと同じぐらい余裕を持って収納できています。マチがこちらもしっかり取ってあるので資料や雑誌などまた教科書なんかでもいいですがたくさん入れていただくことができます。そして真ん中のガマ口ですが
ショルダーには入らなかったキャンディールーフロング親子がまぐち入れてみます。そのまますっぽり入れるというのはちょっと難しそうですが、最初斜めに入れていただくと収納することができます。キャンディーボックスロングウォレット、ファスナータイプの長財布ですね。こちらはもうそのままスポッと収納することができます。結構深いので、一緒にスマホケースやキーケースポンポンと入れてしまってもしっかり締めて落とす心配がないから安心ですね。左右の部分に先ほどのボトルやメガネケースや、例えば筆記用具などを入れたポーチ、エコバッグなども入れておきましょうか。エアコンの効いている季節の羽織物なども一緒に入れてしまっていいと思います。そしてここでフープを閉めていただければゆったり収納していただけます。このままかかとをかけしていただくと体に沿う感じがあって、たくさん入れても重さを感じにくいかなと思います。持ち手ですが、ここに金具がついているのでパタンと折りたためるような仕様です。そしてマチがしっかりついているので自立します。電車の中とか車の座席に置いてもバランス感があって安心ですね。お仕事にもプライベートにもカバンを変えずにずっと使えるボーラーシリーズです。お色ですが、トートバッグもショルダーバッグも4色展開です。ベーシックでどんなコーディネートも引き締めてくれる黒、綺麗なブラックですね。ちょうどいい中間色で柔らかい雰囲気をくれそうなピュアグレーです。定番のキャメルです。綺麗めの服も少し垢抜けて見せてくれそうですね。そして上品カラーのグリーン、シンプルで簡単なコーディネートも品よくちゃんと見せてくれそうです。3つのシリーズからがまぐちトートバッグを比較してみたいと思います。こちらが新作ボーラーのがまぐちトートバッグ、そしてこちらがマルコ、こちらがモナカです。一番大きくて四角形に近い形がボーラーです。モーラーとマルコの比較です。革の切り返しですとか形にはもちろん違いがありますが、ボーラーは真ん中のがま口の両側はフープ付きのマグホックで留まっています。マルコは直接マグホックで留まっています。サイズも大きく違いますね。そしてこちらがモナカ、マルコよりも丸みがあって切り返しのないデザインです。そしてこちらも真ん中のがま口の両側はフープ付きのマグホックで留まっています。持ち手の付き方もそれぞれ違います。リングで留まっているモナカ、直接縫い込まれているマルコ、それからボーラー、金具で留まっているのでこのように動きます。どれもお仕事にもプライベートにも使いやすいがま口バッグとなっております。容量とデザインで選んでいただければ嬉しいです。おしまい。